炎上院前の五神牛五神牛とは、天魔宮に奉納され、境内に祀られた、下牛像のことである。牛の像を置いている神社は、全国各地にあるが、中でも天魔宮では、菅原道座猫が、牛と縁が深かったことから神の使いとして、信仰の対象となり、五神牛と呼ばれる。主に金属製や石製で、なで牛や使い牛とも言う。ここでは特に、 ダザイフ天満宮にある御神牛についてもべる。菅原道真と牛の関係については多くのエピソードがあり、その深い結びつきから御神牛が置かれるようになった。菅原道真公は、上和12年お中ちゅう6月25日牛の日に生まれた。牛年生まれであったため、牛を可愛がっていた。左仙により、ダザイフに赴く途中。 牛の鳴き声で視覚から逃れることができた。道真公は、演技3年2月25日牛の日に亡くなった。道真公の意外を牛車に乗せて、人に引かせず、牛の赴むくところに留めよという遺言により、遺体は、道真の住んでいた江の木車から牛車で運ばれたが、四道という場所で、牛が動かなくなったため、その地を墓地として埋葬した。 演技5年のお八8月19日、門邸である馬酒康幸は道真を埋葬した場所に、神病を建てた。それが安楽寺であり、後の太財府天満宮の本殿である。北の天神演技絵巻では、銀舎で道真公の泣き殻を運び、牛がうずくまる横で埋葬するための穴を掘る場面が描かれている。五神牛の多くが、下牛像であるのはここから来ている。後に、 道真が神として祀られると、雷神であると同時に、農業の守り神としても信仰されてきたが、農耕において、牛は重要な働き手であることから、天馬宮では神の使いとして、信仰の対象となった。天神様の正式な信号、天馬大自在天神の由来とされる仏教の守護神、大自在天は、白牛に乗っている。大財布天満宮の境内には十一体の、 新牛像が存在する。以下の三体は、紅白のねじり、鉢巻きをしている。老門モ三木手前の御神牛文化二年牛年に、福岡連中、博多連中によって奉納された、同性のが牛像で、工芸品として、福岡県指定文化財の指定を受けている。加工は、眠り町最高、森明中高は、山賀義平藤原方剣。案内版には、 ご自分の体と同じ神牛の部分を記念を込めて、お互いに撫でさすれば、身体健全は元より病気全開すると言われ、また、神牛の頭部を同じように撫でさすれば知恵がつくという信仰がございます。とある。老門右手前の神牛像と体をなすように祀られているのが、老門左手前のが牛像である。昭和33年3月福岡県に島郡二条、村福吉とある。 ダザイフ駅から天満宮に向かう参道の突き当たりに炎王院、現在のダザイフ天満宮宮寺邸の前があり、その手間に立派なブロンズ像のご神牛がある。この神牛を撫でるために行列ができるほど人気があるが、ダザイフ天満宮のご神牛としては新しく、昭和60年牛年に混流されている。ダザイフ天満宮は当時の名誉宮寺、宮寺、宇治子が、 発起人となり、広く宝山を集め、竣行したことが、台座に記されている。新牛塚の石踏み演示王院から参道をまっすぐ、西に進むと駐車センターに突き当たるが、そこから、耳南に進むと新牛塚がある。今の太宰布天満宮本堂のある場所で動かなくなった牛は、その帰り道に、この場所で倒れっを引き取ったことから、牛を埋葬して、自然石の石踏みを建てた者が、 新牛塚と言い伝えられている。この石踏みはもともと民家の敷地内にあり、大正14年に牛戸生まれの人々が、還暦のお祝いとして、新しい石踏みを建て民家で代々祀られてきたが、民家が取り壊され、令和元年12月、敷地内に新たな石踏みともに移設された。ありがとうございます。